森本正則、森本正則、1946年隊は、日本の実業家。藤田観光代表取締役社長や、同社代表取締役会長、藤田美術管理事長、日本ホテルレストランサービス技能協会会長等を、歴任した。京都府綾部市市長出身。1969年北九州、大学外国語学部米英学科卒業。 富士田観光入社、箱根ホテルコアキ園、ベルボーイに配属。1973年箱根ホテルコアキ園フロント、担当。1974年からクアラルンプールに赴任。1989年日本、生産性本部経営アカデミーマーケティングコース、終了。箱根コアキ園企画課長等を経て、1994年、富士田観光リゾート事業部企画室長。 2000年、藤田観光取締役箱根小脇園総支配人に昇格。2001年、藤田観光常務取締役グループ事業戦略担当。2007年、藤田観光代表取締役社長。2008年、藤田観光代表取締役会長。2012年、藤田観光取締役会長。藤田美術館理事長、東京商工会議所議員。 日本ホテルレストランサービス技能協会会長、日本ブライダル文化振興協会理事、経済同友会幹事、国際観光レストラン協会理事等も歴任した。北友会7月15日発行開放、北友会 ABC 藤田観光会長、森本正則綾部氏私の思い出写真館、経済同友会アンタイトルド日本、生産性本部。 日本の国のブランド価値を再発見し、温かく迎える姿を見せることが大切とせい新聞2013年2月20日号、AB 代表取締役の移動に関する、お知らせ藤田観光,観光株式会社、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会、役員名簿公益社団法人日本ブライダル文化、振興協会。ありがとうございます。